清原がですね、甲子園は清原のためにあるのかという言葉がありましたが、この北九同士の戦い、もしかして修羅部屋は北九勢のためにあるのではないでしょうか。さあ、ステージは、さあ、これは練習ですかね。練習ですかね。さあ、おっと、攻めてこない。お互い攻めないぞ。さあ、ピクミンを全て投げてダッシュを見せる。さあ、読み合い。トレモタ何だったか。さあ、DA。さあ、投げて、下投げ。空前。さあ、踏みつけ。さあ、目がうるさい。オルマのルビー合うのか分かんない。いや、ピクミンだけ今当たった。ああ、なるほど。オリマーが一人でダンスをしている。何も出ていない。さあ、横スマの時に、横スマとかの、下ビーとかの時ですね、地味にアンテナに雷が出るの皆さんご存知でしょうか。下強が強い。さあ、当たらない。誰かに言ったけど、電気消す。ああ、簡単な。電気消す。はい。さあ、トレモが5分間続いております。現在ですね、ちょっと試合が滞ってて、シュルケ式シュルケ式
結構シルクシク大好きだ。腕前エースのことみんなちゃんと上がらなくて腕前エースだ。腕前エースだ。まるで敗者。まるで敗者。歯にしみる音。スイングでは、ミラクルファイナル、こちらの決勝戦が行われます。こちらの決勝戦は山根さんと中東君です。山根さんの実績は2番目と27です。2番目と27です。はい、イエーイ。中東君のスプラスですか。スプラス、はい、スプラス対スプラス対スプラス。よろしくお願いします。スプラスアップ参加をお送りいたします。スプラスアップ参加を送りいたします。クリスさんとクロさんとレゲンさんとクロさんとお考えは気にしてお送りなんですけど、気にしながらもこっち側に気にしてくださいね。よろしくお願いします。それでは、12試合、白村12試合目、ウィナンファイナル、スタートしたいと思います。それでは、スタートしてください。お願いします。実況ワックスさん、どうしてみましょう。こちらマイクでも大丈夫ですか。実況変わりまして、ワックスがお送りいたします。レディトゥファイズと書いてありますけども、ヤマニョン03バス、シュートン、ピクミン&オリマーですね。さあ、ステージはどこを切られたか。さあ、多分おそらく天井を決められたんでしょう。スマブラピクミンノルメはピクミン投げ、投げつけるピクミンが相手に続けるかは相手に続けるために投げて長い。さあ、ピクミンが横火で相手を引きつけている。相手に引きつけてますね。まるにしつこいキャッチのように相手にピクミンを引きつけていく。横火で、下紫ピクミン、クーエヌで、さあ下強からジャンプ狙っている。クーエヌクー前でしっかり反応取ってくる。投げてクーゴ、クーゴ狙っていく。さあ、クー下に対して、さあ、ディエ横スマッシュ反応している。 19% バス 43% クエヌ横ビー。さあ、紫ピクミンの横ビーが非常にうざいか。上スマッシュでピクミンを倒したいか。さあ、非常にきつい立ち回り。さあ、ピクミンの横ビーに翻弄されているか。03番投げてクエクエ上ビー。あーっと、ピクミンのヒットストップがかかって非常に難しいところ。行く前、さあクエヌグラップリングビームで前を取りたいか。さあ、ピクミンの弾幕に苦労させられている。さあ、白ピクミンをつけて。さあ、白ピクミンは火力が高い。非常にきついぞ。さあ、皆さんお馴染みかどうかわかりませんが、これがシュートンピコリの色です。青、紫、紫と。ジャックから狙っていく下強。クーゴでバースト、火力が高い。さあ、紫ピクミンをしっかりクーゴを狙っていきます。横強、横強を狙っていく。さあ、下 B で拒否して、クーエヌ、ジャック。横スマッシュ、クエヌ掴んで、クー前、さあ、崖を奪って、さあ、ピクオリの崖を潰したかったが、潰せず、起き上がり攻撃にリスクを持たせれない。投げたかったが、さあ、逆に投げられて、クー上、さあ、NB、さあ、横 B で相手を近づけさせたくない。クエヌ、クー前、狙っていきたい。クー前で、バーストか。さあ、まだバーストしない。ピクミンを投げて、復帰をしやすくしている。しっかりいない間にピクミンを処理していく。下火でグンナーがその後付けを買っていきたかった。
さあピクミンをつけて、青青紫と色が変わっていく。色とりどり、後ろの果物のように色とりどりなピクミンが救えるか。さあ軽ことヘタが紫青ピクミンがヒットストップをかけてくる。な踏んで、さあしかしさあ下 B でバーストうまいですね。横 B で厳しいところをしっかり下 B で拒否しながらワッサーしていきました。さあピクミンがひっついている。黄色ピクミンヒットストップがかかる時間が他のピクミンより若干長いんで、黄色ピクミン引っつけられて非常に厄介。さあ空前で紫ピクミン投げたのしっかり上スマを投げて咎めていく。空上空上狙っていきたい。上スマをしっかり上 B で拒否していく。空上横スマッシュが当たる。ちょ台が動いているおかげで横スマッシュがしっかり何人当たる。ジャック3連が1と3だけ当たる。横強さあ下投げ空を狙っていく。当たらず。さあピクミンが悪かったか。グラップリングメイム狙っていく。 NB から空前空後空後空後さあ空後で押し付けていきたい。さあピクミンがめんどくさいか。空 N からスタート欲しいところお互い空前 79% バット 116% さあ踏んだのを見て借りたかったかピクミン。さあジャックさあしっかりガードしてるビッグミン投げに対してしっかりガードという選択肢を取って、さあピクミン剥がしたい。クエルに対して下スマを選択。おいバースト 95% バースト 0%。 さあ掴んでクーマへ。さあバストラインが近いか。さあ上ビーでしっかり着地拒否をしている。どうなるか。こうピクステをしっかり交えながらビッグミンが前を詰めていく。さあゼロサムが何かで火力を取りたい。さあ白ピクミンが NB の壁となる。 NQN NB グラップリングビーム狙っていく。グラップリングビームからさあダウンを見て何もできない。厳しい NQN NQN さあ当てて空前でバーストしていきたいが空上さあ読み合い NQN うまく使っていく。さあピクミンがひっついて空炎に対して何かできる。ジャックから空前空前叩き起こしていく。踏んだがしっかり受け身を取って上スマッシュで反則を取りに行きたい。空炎さあピクミンがひっついている。めんどくさいかこれは。グラップリングビーム空炎狙っていきたい。火力を取りたい。 55% さあ 63% さあピクミンを引き戻して、さあ黄色紫青とさあ投げを見つかったところを見てしっかり黄色ピクミンで横スマッシュを入れている。さあ青ピクミン処理して下投げクーレッバースト。しかし 75% のビハインドを背負っているこのゼロサム。さあ崖を掴んで変えてくる。クーエヌさあどうしてもピクミンをつけられては非常にめんどくさい立ち回りとなるのでしっかりと処理していきたい。崖上がりに上スマッシュを重ねている。うまい。さあ狙えない。グラップリングビームから掴みたいか。上に対して下スマをしっかりガードしている。グラップリングビームさあ奥目にしっかりダッシュして上の入れていく。横 B で近づかせたくない。さあ横 B でどん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 とゼロサムに蓄積ダメージを与えていく。シールも止まればヤバとなる。さあ埋まってレバガチャが早い。空前空前狙っていきたいから。さあさあ上 B で見てから上 B をしたがずらされてくる。横のバースト。さあここはシュートの選手1本取っていきます。田山さん田山さん田山さん、BO3 ですか。さあステージは戦場。さあゼロサムから戦場やりやすいか。グラップリングムーブさあ掴んで下投げ空前へ。グラップリングムーブと空 N で相手に攻撃をさせたくない。さあしっかり掴みを上開始でつかして植木を入れている。グラップリングビーム QN 狙っていく。グラップリングビーム QN とさあジャック2連から下投げ空へ。軽く戦い一気に 47% 稼いでいく。ジャック2連掴んで空へ。さあこの火力鬼のように高い。
さあ、上ビーに対してしっかりグラップリングでリスクをつけていく。変わることで、下妻から、下ビーでバースト非常にうまい、下妻下ビー。あのように落とされては、ビーグも帰ってこれないでしょう。上ビー、上上。上ね。さあ、横ビーから、起き上がりをしっかり空港で勝ってくる。手堅い行動。横 B で相手を飛ばしていきたい。空前空前狙っている。さあ横 B で相手を飛ばして。さあ横 B が B 組の横 B 非常に厄介ですね。グラップリングミューから掴んで空上空上上 B が当たらない最終弾では空上横 B を引っ付ける。崖奪い空港非常にうまい。上上上さあ NB 空 N L グラップリングビームと空港でバースト近づいてきたところしっかり空港でバーストしていく。横強 NB 溜め て, 溜めてさあピクミンが邪魔だか。こういう当て方がある。面白い。さあ受け身しっかり取って横スマッシュ横強 NB からさあ赤ピクミンが邪魔。横 B かなり厄介そうなゼロサム。ピクミンが引っついて引っついて。さあ僕たちピクミンあなただけについていくとゼロサムに引っついております。横 B 横 B 横 B どん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 横 B で前を管理していく。さあ 111% バス 44% さあ掴んでく前でしっかりとバスラインバースト 44% バス 0% さあ大上いいところ上スマッシュ上スマからく上く上狙っていきたい。上 B までの火力を取っていきたい。さあ NB の壁となるピクミン上のをしっかり掴んで空合下投げ空合ですね。うまいですね。横 B さあ弱2連回投げたい。下投げ空上さあ下投げ空上の火力が非常に高いですね。空後空上から空前空前空上さあ下 B で帰ってくる。下スマを狙っている空上空後決めていきたい。空後しっかり受け身取って空上空上空上でバースト。さあ見応えがある試合となっております。1勝1敗さあ非常にいい試合となっております。ウィナーズファイナルにふさわしい1-1どちら勝ってもおかしくない機能率度。さあ弱を狙っているピクミン側さあしっかり横ビート弱で投げて火力を取っていきたい。下投げ横スマッシュ 31% 火力の鬼グラップリングミーター下強グラップリングミーム QN で暴れていく NBNB QN でグラップリングミームクーマイ、クーエヌ。さあ、ピクオリ側も、しっかりラインを詰めて。さあ、ジャックから掴みたいが掴めず、逆に掴まれて、クーエ、クーエ、入らない。さあ、しっかり空下で、ヒットつけていく。横 B、横 B。さあ、横スマッシュ。さあ、下 B で拒否しているが、下 B を踏ませて、クーマイ狙っている。空下、クーエヌを、しっかり避けて。クーエヌから、クーマイ。NB 狙っている。スマッシュしっかりガード空 N さあ掴まれている後ろ投げ横スマ横 B で白ピクミンを張り付けてジャック空 N バースジャックといったところ空ゴ空ゴしっかり決めていく。さあバース間近か。スマから下 B でバーストバーストしました 92% バースト 0%さあ、ここ一歩リードしているのはヤマニョンゼロサム。
9N。さあ、相手の着地狩りにしっかり上様など合わせていきたい。ゴリ、横 B をしっかり 9N でとがめていく上スマッシュ。クーゴ、9N。下上スマッシュをしっかり投げて、クーエ、入らない。横スマ1段目だけ。さあ、ピクミンを1匹ずつ抜いて、火力を補填したい。横 B で、ラインを詰めていきたい。上スマッシュに対して何もしてない。クーゴ、9N。さあ、クーゴに対して9N から。NB、9N、クーゴ、クーエ。さあ、下投げ、クーゴ。綺麗に決めていく。クーエ、横スマッシュで、バースト 49% バースト 0%。赤ピクミンの横スマッシュ火力ありますね。さあ、起き上がりに対してリスクつけれない。NB。NB。さあ、グラップリングビームと。さあ、NB が当たってグラップリング投げから、さあ、クーエ、上 B と。さあ、最大火力となるように取っていきます、横スマッシュ。ジャックから掴みたい。しっかりジャックを上に、経験して。さあ、しかし、下投げ、クーエ。ペーパー時のジャック、下投げ、クーエの、この火力の高さ、クーエ。NB。さあ、グラップリングビームと、2N と NB。ゼロサム側は、しっかりとピクミンを拒否しながら、火力を稼いでいきたい。逆にピクミン側は、ゼロサムに近づかれて、投げなどで火力をもらわないように、しっかり横 B で、間合いを離していきたい。しっかりと受け身を取っている。非常に前。横 B。さあ、2N に対して上 B、崖を上にバースト。30% バースト 0%。クーN、スター B。さあ、クーN、クーN から、下投げ、クーエ、クーエ、上 B のこの当たり方はひどい。さあ、しっかり横にびっくりしている。さあ、横強、下 B から横強、非常に強い。グラップリング、さあ、クーN をしっかりガードから横強で半角を取っていく。グラップリングビームに対して、横スマッシュを、リスクはないか。クーゴ。さあ、ピクミン側、非常に辛い戦いになっている。しっかりと下 B の頂点で、ピクミンの空母を当てている。横 B と。あ、ピクミン側、ピコリ側は、しっかりと、ゼロサムの行動にリスクをつけていきたい。空へ狙っている。横スマッシュに対して、さあ、ガードしている。さあ、ゼロサム投げづらい、投げに、踏み切りづらいので、ピコリ側、ガードをしっかり入れてきた。投げて、空前。さあ、ピクミンは大丈夫か。さあ、前回シュラブラ一切負けなしのシュートンをウィナーズファイナルで山に下しました。シュラブラ初敗北でございます、シュートン。さあ、グランドファイナルで俺は待つと山にの敵を待って離れていく。これはもうですね、今までですね、6までいい勝負やった。